こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では真冬のマストアイテムであるダウンについて解説をしたいなというふうに思っています。まあ特にですね、これからもう本当に寒くなってくるわけで、まあそんな時に欠かせないアウターといったら、まあ間違いなくダウンなのかなと思うんですね。まあアウターとしてはですね、僕は綺麗めなものとカジュアルなもの2着あれば十分かなと思ってまして、綺麗めなものの代表としてはロング丈のコートで、例えばチェスターコートだとか、まあ、ステンカラーコートでもウール素材のものだとか、こういったものは綺麗めなアイテムかなと思うんですが、まあ、カジュアルなものといったらやっぱりダウンはですね、気軽に着れますし、なおかつ暖かいので、特にですね、1月2月にはマストになるようなアイテムかなというふうに思ってます。まあ皆さんもですね、すでにお持ちかなと思うんですが、もう数年着てそろそろ買い替え時かなという方も少なくないかなと思うので、まあ、今回はですね、具体的に僕のおすすめをですね、5つご紹介したいなと思っていますので、こちらを見ていただければある程度はですね、ダウンについての目星がつくかなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に5つのダウンをご紹介したいなと思ってるんですが、その前にですね、ダウンの価格帯について皆さんに触れておきたいなと思ってるんですね。まあ、ダウンというのはですね、本当に高いものから安いものまで様々なバリエーションがあるんですね。もう高いものになると最近はですね、ぶっ飛んでるものもありまして、例えばモンクレールというブランドがありますが、20万円オーバーのものがですね、ゴロゴロあったりするんですね。まあ、どこどことのコラボレーションとかになってくると、本当にですね、30万円近いものがあったりするので、まあなかなかそういったものは現実的ではないかなと思うんですね。まあ、特にですね、10万円以上になると、モンクレールがあったりだとか、タトラスがあったりだとか、あとはヘルノだとか、カナダグースだとか、あとはデサントですとか、まあ様々なブランドがあるんですが、ここら辺はですね、僕のですね、このチャンネルというよりは、もうちょっと中級者だとか上級者向けのチャンネルの方が、まあ得意分野かなと思うんですね。まあ僕のメンバーシップでも、このあたりのちょっと高い価格帯のものをですね、ご紹介することがあるんですが、まあこちらのチャンネルでは、もうちょっと価格的には買いやすいですね、中価格帯のところまでをですね、カバーしたいなと思ってるんですね。まあその中価格帯というのがですね、いわゆるセレクトショップのオリジナルのダウンというところなんですね。まあこのあたりであれば、決して安くはないんですけども、背伸びをすれば買えなくはないかなというところなので、まあチェックしておく価値は十分にあるのかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、もうちょっと気軽に買える価格帯もしっかりとお伝えしたいなと思っているので、ぜひですね、まあどのぐらいの価格帯が自分にとって心地がいいのか、そしてどのモデルが気に入ったのか、そのあたりに注目しながら見ていただきたいなと思ってますし、皆さんの欲しいと思ったダウンをですね、ぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思っています。はい、ここからですね、具体的にアイテムの解説をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね。まあ外しちゃいけないのはユニクロの存在かなと思うんですね。まあ僕らにとって最も買いやすい価格帯で、なおかつ高品質というところで上げるとですね、まあユニクロの他はないかなというぐらいですね、ユニクロの完成度が高いかなと思うんですが、その中でも今季おすすめなのは、まずはこちらですね。ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションモデルであるハイブリッドダウンオーバーサイズパーカー。これはですね、僕自身も購入をして、すでに何度か着ているんですが、やはりすごく良かったですね。まあ、こちらの動画のチャンネルの中でも解説をしてるんですけども、通常のユニクロのダウンに比べると、やっぱりデザインが凝ってるんですね。まあ、ユニクロのダウンとかアイテムに関しては、基本的にはですね、ベーシックで誰でも似合いそうなものが多いんですが、そんな中でもですね、こちらのハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーは、ホワイトマウンテニアリングのデザインなので、ちょっとこうミリタリーっぽい雰囲気の漂うようなアイテムになっていまして、まあ、ディティールがすごく満足度が高いんですね。かといってやりすぎ感もないので、今年だけではなくて来年以降も使っていただけるということで、これは使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。色はですね、3色展開になってますが、まあこういったディティールに残ったダウンに関しては、僕はもうシンプルにブラック一択でいいかなと思っています。まあサイズ感はですね、少しゆったりめにできているので、
普段のサイズのものを選んで、まず間違いがないかなと思ってるんですが、まあ、素材的にはですね、ダウンと中綿、この2つでですね、構成されているので、本格的なスペックのダウンに比べると、そこまで暖かくないという特徴はあるんですが、正直ですね、最近はオーバースペック気味なダウンが多くて、都内だとか、まあ割とですね、電車だとか車での移動を考えたりだとか、比較的暖房が効いているところも多いので、そういった環境を考えると、僕はですね、そこまで暖かすぎなくてもいいかなと思っているので、このようなハイブリッドダウンみたいな形の方が、かえって僕は使いやすいのかなというふうに思っています。まあ、ちょっと寒かったら、あとは中に着込んでしまうぐらいでいいかなと思うので、まあ、これぐらいの感じで僕は十分かなと思ってます。まあ、非常にですね、デザイン性が優れていて、なおかつ価格が 12,900 円というところで、コストパフォーマンスが高いというところでは、僕がお勧めできるダウンなのかなというふうに思ってます。そしてユニクロの中で合わせてチェックしておきたいのがですね、こちらなんですね。ダウンオーバーサイズパーカー。これはプラス J のものですね。現時点ではですね、まだ発売日を迎えていませんでして、僕は実物は見ていないんですが、これもですね、完成度が非常に高いかなと思ってます。デザインとしてはシンプルなんですが、プラス J らしいですね、切り替えが肩の部分に入っていたりだとか、あとは張り感のあるダウンなので、そのあたりがですね、ホワイトマンテニアリングとの違いが出るところかなと思ってます。まあ、デザイン的にはホワイトよりもややですね、こちらの方がシンプルなんですが、長く使っていただきやすいですし、あとは素材の質感も含めて高級感があるので、これまたですね、抑えておきたいダウンなのかなと思ってます。価格帯が抑えめのものの中では、この2択ですね。まあ、値段はですね、17,900 円ということで、ホワイトのものよりは上がるんですが、その代わり素材の質感なんかはさらに上がるので、僕はですね、こちらのダウンを選ぶのもいいかなと思います。まあ、正直僕はホワイトを持っているので、買うのちょっとためらってはいるんですが、まあ、プラス J のですね、このコラボレーション企画というのは、まあ、今回がですね、第2弾のラストになりますので、僕はアーカイブとして持っておくのもいいかなと思っているので、実物を見ながら検討したいなと思ってます。まあ、オリーブ色もね、なかなか色はいいんじゃないかなと思うんですね。ただオリーブに関しては、この色の深さ次第で選ぶかどうかが変わってくるかなと思ってまして、明るめに見えるオリーブだったら僕はパスしようと思ってまして、深めのオリーブだったら僕は選んでみるのもいいかなと思ってます。まあ、ユニクロをはじめとした価格帯が抑えめの中で言ったら、この2択ですね。ホワイトかプラス J か、どちらかのコラボレーションモデルが、まず間違いがない選択肢かなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っております。続いてはですね、セレクトショップのオリジナルから皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まずはですね、ビューティー&ユースのこちらのダウンですね。ですね、小松マテーレというですね、素材のブランドがあるんですが、こちらの生地を使ったダウンジャケットですね。まあ、ビューティー&ユースはですね、毎年小松マテーレの生地を使ったダウンをやっているんですが、これはですね、完成度が高いので、まあ、僕自身もおすすめができるダウンかなと思ってます。まあ、実際ですね、僕は普段スタイリストとして活動をしてまして、一般個人の方のスタイリングをするわけですが、先日もこちらのダウンをご紹介させていただいて、お客さん結構気に入っていて購入をされました。まあ、デザインとしてはものすごくシンプルなんですね。ダウンというと、以前のイメージだと、なんかこうミシュランのマークみたいな、ボコッボコッボコッとしたような、まあ従来のイメージがあったかなと思うんですね。まあこういったものって着膨れがするし、あまりスマートに見えないので、結構ですね、苦手な方も多かったと思うんですね。僕自身もそういったダウンがあんまり得意ではなかったんですが、最近はですね、このように結構ですね、マウンテンパーカーの延長線上にあるような、デザイン的にはスッキリとしたものが増えてるんですね。こちらもまさにその代名詞的なアイテムで、すごくですね、シャープな雰囲気になっていまして、これはですね、大人の男性にも似合いやすいかなと思いますし、スタイルがよく見えるダウンなのかなと思っています。まあ、素材の質感も小松マテーレの生地を使ってということで、すごく品があって上品に見えるので、スポーティーなんだけども、あまりですね、カジュアルに見えすぎないというところに良さがあるのかなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介するダウンの中では、最もデザイン的にはベーシックなのがこちらなのかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思っています。価格はですね、35,200円ということで、一気に上がりますが、まあ、セレクトショップの中ではそこまで高すぎないかなという印象です。
色はですね、バリエーションいくつかありまして、例えばベージュですね。まあこういったですね、少し明るめのものも色合いが良かったりするので、すでにブラック系だとかネイビー系のような濃いものを持っている方は、ベージュもいいかなと思いますし、あとね、オリーブもなかなか良かったんですよね。深いオリーブという形ではないんですが、まあ明るいようなカジュアルすぎるものではないので、これまた色合いが良かったです。王道はブラック。ちょっとひねりを効かせたい方は、ベージュかオリーブというところで選んでもらうと良いのかなというふうに思っています。はい、これが2つ目ですね。続いて3つ目はですね、もうこれはセレクトショップの中ではかなり強いんですけども、ナノユニバースのダウンですね。結構ですね、セレオリのダウンの中では毎年すごく力を入れてるなと感じているのが、ナノユニバースなんですね。まあ、しばらくはですね、同じ形のダウンを毎年リリースしていたんですが、まあ、最近はですね、結構バリエーションを変えながらダウンを出しているイメージなんですね。まあ、今年もいろんな方がダウンの中であるんですけども、個人的におすすめなのが、西川ダウンのですね、エクスペディションダウンというものですね。まあ、デザイン的には一番最初にご案内したユニクロとホワイトマウンテニアリングのデザインのような、少しですね、ミリタリーっぽさを感じるようなポケットがですね、多めについているデザインなんですね。これがですね、僕はすごくデザイン的にはバランスがいいかなと思っていまして、個人的にも気になっているものなんですね。ブラックですとか、あとはグレージですとか、オリーブ、カーキですね。このあたりの3色展開で、まあ色合いもすごく良くてですね、個人的にはこの3色の中では、オリーブの感じがすごくいいかなと思いますね。まあ、デザイン的にはちょっとミリタリーな感じがして、ディティールまでミリタリーっぽいと、やぼったく見えるかなと思ったんですが、こちらはですね、すごく深めのオリーブで、すごく上品さもあるので、全くそんな感じがしなくて、僕はですね、仕上がりいいんじゃないかなと思ってますね。価格はですね、ちょっと上がりまして、47,000円というところで、少し覚悟がいる価格帯になるんですが、まあ、ダウンというのは、まあ、正直ですね、毎年デザインがガラリと変わるようなものではなくて、一度買えば少なくとも3、4年は着れるかなと思いますし、長い方だと5年以上は着れるものなので、まあ、それを考えるとちょっと頑張って投資をするのもいいかなと思ってます。まあ、先ほどまでのダウンと比べると、着丈がちょっと長めになっていて、お尻がですね、半分ぐらい隠れるようなバランスなんですね。そうなるとですね、より大人の男性には似合いやすいかなと思うので、これぐらいのやや着丈の長いダウンというところもチェックしておくといいのかなというふうに思ってます。はい、続いて4点目なんですが、こちらはですね、同じくセレクトショップのエディフィスからですね、リリースされているダウンなんですけども、これもですね、先日実物を見てきて、すごくバランスが良かったなと思ったので、皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。まあ、デザイン的にはですね、これもめちゃくちゃシンプルなんですね。ビューティー&ユースのダウンとエディフィスのダウンは割と雰囲気が似ていました。これまたですね、ダウン特有のこう段差があるようなものではなくて、まあ、シャープなデザインになっているので、すごくですね、大人の男性にも使いやすいのかなというふうに思ってます。まあ、襟の方がですね、ちょっとこうビューティー&ユースのものよりは高い形になっていまして、これがですね、前、ジップを下げた時にすごく襟の高さが出るので、デザイン的にもバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、閉じた状態で愛用したいのであれば、襟のこの高さというのが少し邪魔に感じることがあるかなと思うので、ビューティー&ユースの方がいいかなと思いますし、開けて着るというスタイルですね。そうなると内側にこのような形で、ニットを見せてあげたりだとか、シャツを見せてあげたりするスタイルがハマりやすいんですが、このように開けて着るスタイルであれば、襟が高い形だとすごくですね、フードの立ち上がりも良かったりするので、エディフィスもおすすめかなというふうに思ってます。色はですね、3色展開ですね。グリーンとベージュとブラックという形なんですが、個人的に一押しはブラックです。そしてちょっと明るさを出したいのであれば、ベージュも雰囲気が良かったので、ベージュのダウン着て内側にグレーみたいな形で、このコーディネート自体がすごくバランスがいいですね。ちょっと曖昧な色同士で合わせて、ボトムスをブラックで引き締めるというのもバランスがいいかなと思うので、まあ、このあたりもですね、チェックしておくといいかなと思ってます。価格はですね、37,400円ということで、まあ大体セレクトショップのオリジナルだと3万円台の中頃ぐらいがですね、まあ相場感かなと思うんですが、まあそこから大きく離れないぐらいで、まあちょっと背伸びをすればギリギリ買えるかなというところで、皆さんにお勧めができればなというふうに思っております。そしてラスト5点目なんですが、これまたですね、セレクトショップのアーバンリサーチのですね、オリジナルのダウンなんですね。これはですね、毎シーズンやっているダウンの形で、僕自身も持っていたことがあるんですね。これはですね、アーバンリサーチとナンガと呼ばれるですね、これは
アウトドアだとか、あとはですね、キャンプする方だと馴染みの深いブランドなんですけども、寝袋をですね、専門に作ってるブランドがナンガなんですね。まあ本当に寝袋のジャンルの中では一番有名と言ってもいいぐらいのブランドなんですけども、その2社がですね、コラボレーションして作っているのがこちらのダウンになってるんですね。非常にデザイン的にも特徴的で、僕がですね、すごく見ていただきたい点なんですが、このジップなんですね。ハの字型に入った大きめのジップというところが、まあ、デザインの特徴としてありまして、これがですね、アクセントとして結構効いてるんですね。まあ、ここがですね、僕は見ていて面白いなというところで、ややスポーティーな雰囲気がするんですが、こちらもですね、デザイン的にはシャープで非常にバランスがいいかなというふうに思ってます。まあ、色はですね、いくつかバリエーションがあるんですけども、コヨーテというカラーのちょっとこうブラウンっぽいものもいいし、あとはですね、チャコールはちょっと僕あんまり見たことがなかったですね。これ初めて今季見ました。僕が以前持っていたのはカーキだったんですが、ちょっとこうミリタリーっぽさもあるような色合いで、これまた良かったですね。まあ王道はそしてブラックというところなんですが、このジップ使いと、やっぱりですね、本格化スペックで非常にあったかいというところが特徴的なダウンかなというふうに思ってます。価格は 38,500 円ということで、まあちょっとダウンの中でも綺麗めに寄せるというよりは、スポーティーな感じのものが好きな方、スポーツを実際にやってる方なんかには、このナンガとですね、アーバンリサーチのコラボレーションはいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ちなみに最近はナンガというブランド自体がオリジナルでダウンを作っていたりするんですが、そちらもまためちゃくちゃ良かったりするんですね。どんどんですね、ナンガの価値自体が上がってきているので、この2社のコラボレーションというところも非常にですね、価値が高いのかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では僕の一押しのダウンをですね、皆さんに具体的に5つプラス1ですね、まあ、ユニクロのホワイトマウンテニアリングのコラボレーションと、あとプラス J のコラボレーション2つをご紹介したので、合計6個をご紹介させていただきました。まあ高い価格帯ですね、10万円オーバーのものというのは今回は省きましたが、本当にリアルに買いやすい価格帯ですね、ユニクロからセレオリぐらいまでというところでカバーしているので、この中から選んでいただければ大人の男性にも似合いやすいものが見つかるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思ってます。まあその他にもね、細かい部分を言うと、ノースフェイスがあったりだとか、アークテリクスがあったりだとか、こういったアウトドアブランド系のものもあったりしますし、他にはですね、様々なブランドのコラボレーションもあるんですね。例えばホワイトマウンテリアリングと、あとはインナーダウンのですね、強いタイオンというブランドがあるんですが、この2社のコラボレーションですとか、まあ様々なブランドがあったりするんですが、そういったちょっとツーなブランドに関しては、僕がもう一つ運営しているメンバーシップのチャンネルの方で解説しているので、まあ気になる方はですね、そちらの方もチェックしていただければなというふうに思っております。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。